ZOZO マリンスタジアムには大観衆が詰めかけています。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。ただここからが大事ですからね。きっちり抑えておきたいですね。うん、そうですよね。さあ、この場面でバッターボックスには3番の外崎が入っています。打ち上げました。ワンバウンドヒットになった。勝ち越しのランナーが三塁を回った。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。ライオンズ勝ち越し、3対2。マリーンズなおも三塁一塁のピンチ。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。今日はピッチャーが崩れてしまったのが一番の敗因でした。手は尽くしてみたのですが、後手後手になってしまったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。